これが現時点での島の様子です。部分的にウイルスに感染しているのはこの部分。果たして、今回の終わりにはどうなっているのでしょうか。こうやって離れてみるとそこまでだけど、このウイルスの感染力は凄まじいからな。島全体に広がるのも時間の問題やで。そんなわけで、洞窟探索に来たアベルであった。なるほど、地上は危険だから地下暮らしと。いや地下も危険じゃね。前回、洞窟にも感染が広がってたやで。いや別に地下暮らしを目的としてるわけじゃないよ。鉱石を取って装備を整える。やっぱり銃とか欲しいじゃん。え、銃が作れるの？銃があればあの化け物たちに対抗できる。てかこのバッグ、クラフト機能ついててマジ便利って感じ？しかもラージチェスト並みの容量があるやで。あんた、いつの間にこんなバッグを？まあまあ細かいことはいいじゃないですか。石炭も素材に必要なんで、しっかりと回収しておく。へぇ、石炭も必要なんだ。でもこんな悠長にしてる暇あるのかな。この間も感染は広がってるんやで。とは言っても止める手段があるわけではないからな。それなら生き残る術を探すべきだろ。まあ、確かに、村人を犠牲にして頑張って生き残らないとね。その言い方はなんだかな。さてさて、ここら辺の鉱石は取り終えたかな。お次はこっちを。うわぁ。うわぁ。やっぱり地下も安全じゃないのかよ。これ、地下の方が感染が広がってないかやで。いや実際そうなんだよな。ねえどうして君たちクリーパーは襲ってこないのかな。感染したことで機能にバグが生じてるのか。いや、いつ襲ってくるかわからないの怖すぎる。正直こいつさ、中に入ってる敵の方が厄介なんだよ。全員何かしらの生物に寄生されてるやで。寄生系マジ無理なんですけど。鉄鉱石が一番欲しい。感染したブロックに囲まれてても救い出してやるからな。なぜか鉄鉱石には感染してないね。逆に目立って見つけやすくなってるやで。まさか、俺に鉄鉱石を見つけやすくしてくれてる？いやさすがにそれはポジティブ思考すぎる。ポジティブですが何か？ねえねえ見てみて、水の中までウイルスたっぷり。マジかよ、なんか鳥肌やばいんだけど私だけ？俺は特に。ワイは羊、お前たちに聞いた私がバカだった。じゃ結構集まったんで、精錬タイムと行きましょか。あ、銅鉱石も結構使う感じ？うむ、弾の素材に必要だね。一応囲って安全確保しとこうか。感染モブがいつ襲ってくるかわからないやで。確かに、クリーパーとかほぼ無音だし。これで安全だぜ。ここから新たな地下暮らし生活が始まるのね。始まりませんよ。そいで、精錬してる間暇なんで、鉱石をコツコツ集めるってわけ。まだまだ鉱石必要なのかやで。銃の素材ってなると結構要求されるのか。あとは金鉱石が欲しいぐらいなんだけど、ちょうどその欲してた金鉱石を見つけたぜ。お、これで銃の素材が揃った？少しだけ希望が見えてきたやで。私としては、ウイルスの抗体を作ってほしいんだけど。いや、別に抗体を作る必要はない。なぜなら俺自身が抗体になるからだ。あ、すでにウイルスに感染してる？もう頭全体がウイルスで侵されてるやで。え、誰が？こちらの専用の作業台を使って銃を作っていくぜ。これを使えば簡単に銃が作れちゃうのよね。それで、どの銃を作るの？やっぱり近距離戦が多くなるだろうから、ショットガンはマストかな？アサルトライフルも作っておきたいやで。まあそうね、AR にショットガン、この二つがあれば大体の敵には対応できるわね。そしたら作るボタンをポチるだけ。これでショットガンの完成だぜ。本当に簡単だな。あてか、弾の素材に火薬が必要じゃなかった？あの感染したクリーパー、火薬ドロップしないやで。へへへ、俺ってばアベルさんだぜ。だから何？まず鉄二つ使ってハンマーを作るでしょ？え、ハンマー？そしたらハンマーを使って石炭を粉々にして、あとはその粉を焼くだけで。火薬になってる？待って待って、こんな簡単に火薬が手に入るの？さすがはアベル信じてたやで。まあねまあね、もっと褒めて。そんなわけだから、火薬の心配はいらないよ。これで弾が作り放題だね。バックパックのおかげで手持ちにも余裕があるし。結構すぐ弾切れなっちゃうから、インベントリーいっぱいまで弾は持っておきたいのよね。バックパックでも弾が作れたら便利だったやで。確かに、弾が作れないから不便ね。いいえバックパックくんは優秀だが、それともう一つ作っておきたいものがあったんだ。まだ他にも何か？って、木のシールド？アベル、ふざけてるのかやで。いや違うのよ、これは素材で。こちらの鉄の盾が本命なのよ。て、鉄の盾？確かにこれなら敵の攻撃も防げるよ。そうでしょそうでしょアベルさん天才でしょ。いやーさすがに褒めすぎだって。でもさアベル。え、はいなんでしょう。銃持ちながらだと盾構えられないよ。ああ。アベルー。
それでは準備が整ったんで。いや、いきなり敵の襲来。いやー、銃で撃退してー。ノックバックしないのかよ。おいおい、中ボス級がめちゃ来てるんだが。あろー、痛い。いやー、あっぶな。HP0.5 で耐えたやで。しかーし、まだ敵の攻撃は終わっていない。撃って撃って撃ちまくるのよ。リロードとかしてる暇ないから。いや、リロードしないと撃てないよ。おらくたばれ、おらくたばれ。アベル右からスケルトンに撃たれてるやで。オーケー、この距離は AR だな。コウモリが盾になってくれた。コウモリさん、ありがとう。いやー、マジで危なかったぜ。地上に行く前に死んだら準備の意味がないからな。地下にいた時間が約30分。果たして、地上の様子は？なんだか、すごく静かやで。前回地下にいる間はそこまで進行が進んでなかったし、今回も意外と大丈夫なんじゃない？さっきのはたまたま襲ってきただけか。まあ地下にいたのも30分だけだしな。うん、なんだこれ。前回よりもさらに悲惨なことになってないかやで。なんでよなんで。ちょっと雲が下から登ってきてるよ。おいおい、こちらに反撃の手段がないとでも？ふはははは、お前たちなど銃の前では無力。それでその。もうどうにもできないのよ。こんな島から今すぐ避難するべきじゃない？いやいや、まだ村人が残ってるかもしれないだろ。でも、ほとんどの村人は感染してゴーレムに倒されてたやで。それは、とりあえず生存者を探す。まあ、もしかしたら家の中に隠れてるかもだからね。でも先にベッドで寝よ。そうだね、天候が最悪だ。なんだなんだなんだ？なんだ気のせいか。いや気のせいじゃない。いけー、ショットガンぶっ放せー。いやー、やっぱりショットガンは正義ね。これがあるだけでだいぶ楽に戦えてるやで。それじゃあ寝るから俺の邪魔しないでくれよ。すやすやすんやー。お母さんまだ起こさないでよ。うわー、お母さんをショットガンで。大炎上不可避やで。なんかすごい速度で感染してない？感染する時のペトペト音、意外と悪くないかも。てか早く寝てくれる？そうか、途中で起こされたんだった。もう俺の眠りの邪魔するなよ。いや、もっと安全な場所で寝ろよ。こんなの襲ってくれって言ってるようなものやで。さて、すがすがしい朝がやってきたわけなんだけども、この惨状は一体、村の中まで感染が進んでる。ねえ、やっぱりもう生き残ってる村に。なんだいこの爆発音は？目覚めのアラーム的な感じかしら。だとしたら大迷惑な音量やで。異常しか発生してないって、安全な場所作ってもどうせ感染するし。キャッパーこの村の世直したいアベル惨状だぜ。ほんと物騒な村ねえ。お前だよ。そこがモンスターの発生源になってる？巨大な物体がウイルスの核やで。今核からクリーパーが出てきたよな。ピッ。Hello, Kasudomo. おらー。マジで心臓に悪い、マジで心臓に悪い。でかい動速度速すぎるだろ。回避不可避すぎるやで。おらー。そんなわけで第2のアベルが誕生した。第2どころじゃないんだよな。おいおい、無限に中ボスが襲ってくるんだが。後ろからも接近してるよ。倒しても倒してもキリがないやで。それならもう解決方法は一つしかない。え、何かあるの？話し合いで平和的解決。できると思う？鉄装にないので撃ちます。お前たち体力多すぎなんだよ。やっぱり距離によってショットガンのダメージが違うね。ゼロ距離だと17ダメージ入ってるやで。極力リロードが必要なのがネックだな。残り一体。なんでこいつが大量発生してるのよ。てかこの生き物なんなの？元の原型がわからないやで。まあ、覚醒中ですか。てめえなんてショットガンの前ではな。その華麗な動きは何度末？ちょっと何してるのよ。寄生虫一匹に弾使いすぎだって。だって今の華麗なジャンプ見たでしょ？あれは何かしらのスポーツ経験者の動きだったやで。スポーツ経験のある寄生虫ってなんだよ。はぁ、生存者は一人もいないのか。え、村人さん。よかった。フェンスの内側に逃げてたのね。いや、様子がおかしいやで。なあ、村人さん。じゃあ、畜生。どうしてだよ。俺が、撃たないといけないのか？アベル、早く引き金を引いて、村人を楽にしてあげるやで。でも、俺にはそんなことできない。元人間だったんだぞ。いや、前回すでに殺してるよね。確かにそうだったわ、撃ちまーす。いや、でもやっぱり俺には、早く、お前はもう化け物なんだよ。これ以上はさすがに、くたばりやがれー。僕が、やったのか？お前の状況が心配だよ。いやいやいやー。いつもニコニコあなたの隣に這い寄るクリーパーさん。マジ心臓に悪いわ。ほんとにふざけんな。多分、あれが最後の村人だったのかな。これでこの村は完全に全滅したやで。おーん。ピグリンと交易してエンダーパールをゲットしよう。待て待て、ピグリンが襲われてるんだが。モンスターもこいつらの対象なの？でもよかった。一匹だけ生き残ってる。あのピグリンと交易するやで。へへへ、ピグリンさん。命を助けたんすからいい取引してくださいよ。なんだかピグリンと交易するの久しぶりね。何かアプデで変わってたりする？それ、俺が知ってると思う？いや、思わない。アプデ情報ぐらい把握しろやで。ちなみに特にピグリンは変わってないやで。ふむ、なら少し金が足りるか不安か。さすがに大丈夫じゃない？ピグリンとの交易終了。
結果、かなりのうま味だった。これなら十分に足りそうね。あとは適当にブレイズロットを集めるだけやで。その前に、少しだけ近辺調査を。なるほど。がっつりと感染してる。地獄がさらに地獄になってる。地獄がさらに地獄になるとどうなるんやで。地獄のさらに地獄、ごくごく地獄になる。マジこいつ半辺みたいで当てづらいんだが。ねえ、左からハンターも来てるよ。あまり調子に乗るな。同時に討伐かっこいいやで。もうここに用はないし、早く移動しましょ。こいつら無限に襲ってくるし。ポテイト回収して帰りますか、ファントムー。おいおいおい、戻ってきたらさらに状況が悪化してるぞ。いやいや、クリーパー多すぎるだろ。ごくごく地獄から戻ってきたらその上を行く地獄だったやで。ごくごく地獄のさらに上ってことは、ごく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 ごっくん地獄？黙れー。てかこれ、ハブロック貫通して撃てるの強いな。そうだけどよー、撃っても撃っても終わらないんだけど。ちょっとアベル登ってきてるー。キエー。すでに寄生虫に包囲されているー。あっやばい、マジやっばい。シルバーフィッシュよりもはるかに厄介やで。なんかシルバーフィッシュが可愛く思えてきた。ペットとして飼えるぐらい？そうね、ペットとして飼えるわけねえだろ、常識的に考えろ。そうっすよね、僕が間違ってました。それでこっからどうしたらいい？とりあえず高所に逃げるのよ。でもさっきなぜか登ってきてたやで。なら少しだけ防壁を築いてと。雲は普通に登ってくるからな。寄生虫にも壁を登る能力があるとかじゃないよね。ははは、所詮は虫だぜ。こんな虫がいくら大量に湧いたところで。湧いた、ところで。ねえ、ちょっと、全然処理できてないんですけど。それに周りの感染が活性化してないからで。これは俺の中での仮説なんだけどよ。ウイルスブロック付近でモブを倒すと、そのモブが養分になってるんじゃないかな。うん、そうだと思います。いや、本当にどれだけ殺しても増え続けてない？これ、寄生虫の中から寄生虫が出てきてるやで。つまり永久期間の完成ってわけ。最悪の展開だよ。てかこれ弾を無駄に消費してるだけでは。俺は無限に抗う男アベル。こんな虫ごときに重火器が負けるとでも。勝ち負けの話じゃないんだよ。アベル、もうやめるやで。やっぱ銃乱射がやめらんねえ。おいアベル、やめな。よーし、この辺にしといてやるかな。てか足場がすでに感染してるし。ブロックの端だったからセーフだったやで。あんたが虫と戯れてる間にも感染は進んでるのよ。ああ、ゴーレムが。自我を失ってしまったゴーレムさん。ん？あれは？まだ道の化け物がいるの？遠距離スコープにしてと。あ、感染したエンダーマンだ。そうだった、エンダーマンもいるんだった。でも、座ったまま動く気配がないやで。エンダーマンが座ってる映像とかめちょめちょレアじゃね？撃ってみよう。え、2ダメージしか食らってない。てかよく見たら防御力が20もあるよ。77なんだって？アベルさんよりも高いんだが。ダイヤフル防具並みの防御力やで。道理で硬いわけだ。でも、全然動かないけど、座ってるんじゃなくて、動けないとか？ふむ、ありえるな。そして村の現状。惨状だよ。え、何かいない？多分ゴーレムさんじゃないかな？いや、何か違うやで。確かに動きがおかしい。何よあの見た目、マジで怖すぎることになってるけど。ゴーレムさん何があったんだよ。その桁外れの体力は何だってんだよ。ゴーレムがさらに進化を遂げたやで。しかもこれ完全に敵対してるよね。さっきまでは、まだギリギリ中立だったのに。かっけー。え、第二形態があるとかかっこよすぎじゃないか。あの後ろから来るのやめてください。この中ボスだけでもやばいってのに、それ以上がいるとか考えたくない。しかし俺にはこのショットガンがあるんだぜ。一体、何を焦る必要がある？焦る理由しかなかったやで。取りま弾補充しておこう。とは？なになになに？お願いだからこれ以上何も起こらないで。大きな音で脅かす作戦か。そんなので俺がビビるとでも思ったか。ちゃんと驚いてたやで。あとついでにグレネードでも作っとく？お、いいじゃないグレネード。これで大ダメージを与えられたら。ねえねえ当てね。何よ。2体に増えてる。は？まさか、さっきの音って。第2形態ゴーレムが誕生した音だったのか？あはは、終わりよ。もうこの島で生き残る手段はないのよ。これが絶望か。パンウマ。お前たちにはこのグレネードを味わわせてやる。3体目？何体いたってこのグレネードで吹っ飛んじゃえ。僕も一緒に吹っ飛んじゃった？なんかゴーレムの腕が動いてるんだが。いやー、地獄絵図やで。けー。いやこれマジでどうしたらいい？そうね、一つだけ言えることとしては、あいつには勝てない。第二形態ゴーレム、通称マリオネット。あいつの能力って、もしかして分裂だったりする？うっそ危ねえ。いや、だとしたら絶対に勝ち目ないよ。どうして腕も単体で動いてるんやで。腕が動いてるってよりかは、腕に寄生したウイルスによって動かされてる？いや、なんでもありじゃねえか。地味に雲がうざすぎる。一旦作戦としては、ちょっと今から作戦会議なんで邪魔しないで。普通に飛び越えてきてるやで。これだけゼロ距離で撃ってまだ死なないの？オーケー、俺が死んだ。てかこれベッドの位置的に、リスキルが始まろうとしてないか？だから言ったよね、安全な位置で寝ようって。でも逆にチャンスでもあるわよ。死に
鬼踊りで相手の体力を削ればいいんやで。なるほど、夏木スバル戦法ってわけね。まあ極力死なないようにはするけど。四方八方からモンスターが来てるって。でも少しずつマリオネットの体力が削れてるよ。いくらお前が化け物じみた体力を持っててもな、俺には無限の回復力があるんだよ。この回で一体は倒せそうやで。こいつはまだピンピンしてるわね。アベル、弱った方から確実に仕留めなさい。おやー、これが人間様の力だぜ。さすがはアベルゼルが賢い戦法やで。成功法とはほど遠い下劣な勝利ね。いやあの言い方。一夜をかけて戦った。それなのに状況が悪化してるのはなぜ？もうわかったでしょ。どれだけ抗ってもこの島に希望はないのよ。アベル、今すぐここから脱出するやで。ちょー、人間様の力をもってしても抗えないってのか？お、ふ。てか抗うとか言ってるけどさ、そもそもの元凶は君だよね。えへへ。いや別に褒めてないやで。わかったよ、この島から出ていけばいいんだろ。出ていけたらの話だけど。やばいやばいやばーい。朝になっても何の意味もねー。どうして俺がこんなにも追われるのか考えたとき、カリスマなのかなって答えに行き着いたんだよね。盛大な勘違いをつ。そんなこと言ってる場合かやで。もうまともな足場の方が少ないって。あと少し、あと少しなんだ。なんとしてでも島から脱出する。お願いだから足場に気をつけて。残り HP か。アベル、後ろから敵が接近してるやで。うおなんとか無事脱出。残り HP0.5。 めちゃくちゃ追ってきてる。しかし水の中だとそのスピードは発揮できまい。では、ボートにて失礼する。こんな島とはおさらばよ。逃げるが勝ちなのよ。この島は完全に終わりを迎えることになるやで。たくさんの俵を恵んでくれた村人さん。このご恩は一生忘れません。お前のせいだからな。この島にたどり着く人がいないことを祈らないと。立ち寄った時点でアウトやで。それではね、要塞探してインドに行こうではないか。行こう行こう。ウイルスとは無縁の場所に行きましょう。やっとこの地獄から解放されるんだ。俺たちは自由だー。自由って素晴らしいわね。さてインドポータルを発見したんで、起動していこう。一つもエンダーアイがないって逆に珍しくない？たくさん攻撃しといてよかったやで。マジ調子乗ったポータルくんだね。起動完了。銃があるから簡単にエンドラ倒せるんじゃない？てか、確実にあの島の方が難易度高いだろうし。ウイルス島を生き抜いたアベルだったら余裕やで。あったり前だろ。それではサクッとエンドラ倒しちゃおう。レッツゴー。おいおい当てね、そこはレッツラ魚いだろ。えへへ、そうだったわね。うわぁ、なんだ夢か。奈落に落下する夢を見たやで。びっくりさせないでよね。あれ、感染したファントムが飛んでる？たまたまスポーンしただけか。あいつの発生条件がちょっと何？どうしてウィザー状態になってんだ？おい、あれは、なんだ？ゾンビが剣を置いて座ってるやで。どうしてそのゾンビにファントムが向かっていってるの？なんなのよあのゾンビ。凄まじい王の風格。あのゾンビただものじゃねえぞ。もしかしてだけどさ、あのゾンビの養分になってるとかじゃ。確かにそうも捉えられるやで。いや近くにいるだけでウィザー状態になるとかヤバすぎだろ。でもそれだったら、ファントムがウイルスブロックを生成する理由もうなずける。あいつに養分を捧げるためだったのね。でも、養分にしてどうなるの？問題はそこだよな。悪魔たちもゾンビの方に向かっていってる。一体何が起きようとしてるやで。後ろの感染したエンダーマンはやっぱり動いてないね。感染したら動けなくなるのか。防御力ダイヤフルだし、あんなのが自由に動き回ったら終わる。それにしても、もうゾンビの姿が見えなくなりそうだけど。いつまで養分なんだー。これって村で聞いた爆音。ゾンビがいた場所に核が生成されてるやで。そうか、そういうことだったのか。何かしらの条件で座ったゾンビが誕生し、そしてそいつに養分を与え続け、ウイルスの核が誕生するという仕組み。つまり、永久にウイルスは拡大し続ける。このウイルスからは逃げられない。ゾンビがいなくなって対象が俺に変わっちまった。ファントムの数がとんでもないやで。あのまだ近づけないのこれ？積んでるだろ。どうやってインドラと戦えってのよ。はい、アベルさんを怒らせちゃった。調子に乗ってっと痛い目見るのは俺だった。ダメだ。結局ウイルスには抗えないんだ。ということで科学の武器に頼ることにしよう。え、科学の武器？これってジェットパックってやつじゃないかやで。イエス、ジェットパック。まずは燃料を補給する。ジェットパック。確かに空を飛べたらウィザー状態にはならないね。補給が終えたら装備するだけ。とっても簡単でしょ？すごい。ふわふわ飛んでる。これならエンドラと戦えるよ。これが科学の力ってやつやで。それでは、リベンジと行きまっせー。いっけー。あの核からすぐに距離を取るのよ。あ、わかってる。ファントム、お前たちなんて脅威じゃないのだよ。明らかに量が多すぎるやで。これ、一番危険なのエンドだね。中央付近もやばいことになってる。絶賛感染拡大中。めちょめちょクリスタル破壊が楽なんですけど。銃とジェットパックの相性バッチリね。うわぁ、エンドの色が、白から黒に変わっていくやで。これはなかなか見られない光景ですので、しっ
っかりと目に焼き付けておくように。なかなかってか二度とないよ。あとは銃で削っていくだけね。もうエンドラの体は穴まみれやで。まだ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 足りねえ。ねえ、すごい数のハンターとファントムが迫ってない？やってやってやって、少しでも地上に近づくと感染するな。もう空気が汚染されちゃってるやで。ジェットパックがなきゃ無理ゲーね。オラオラとっておきの機関銃をお見舞いしてやるぜ。いけいい、ミニガン連射しろー。あと少しやでー。俺たちの勝利だ。いやー、エンドラが感染しなくてよかった。確かに感染したエンドラとか勝てないよ。まあエンドラがウイルスに負けるとは思えないけど。まだまだわからないことだらけやで。あ、でも戦闘中一つだけわかったことがあって、地上に近づくとウィザー状態になってたでしょ。あの原因エンダーマンだった。あ、そうなの。動かない代わりにウィザー状態を付与してくるってことか。そっちの方が厄介な気がするやで。もうエンドにおいては地面を歩けないね。それじゃ元の世界に戻りますか。やっとこの世界から解放される。戻ってきました。なんで、なんでまたこの島に戻ってきたんだよ。最後の見納めってやつやで。そう、この島を眺めながら終わろうじゃないか。いろいろと思い出すこともあるでしょ。嫌な思い出しかないけどな。改めて見ると悲惨すぎるわね。と、言ったところな感じのところで、のし。